ビクトリアハーバーは、香港にある湾や港である。ビクトリアピークから眺めた、ビクトリアハーバーの世界三大夜景、ビクトリアハーバービクトリアハーバーの一南シナ海に、面子玉江デルタに浮かぶ香港島と急流半島の間、香港の市街地の中心地に位置する面積41.88平方キロメートルの湾である。船舶の交通量が世界で最も多い湾として知られ、 年間平均で約22万の船舶が航行し、香港の海運にとって重要な位置を占める。香港の中心地にあり、ビクトリアピークから見下ろす湾の周囲の高層ビルの美しい夜景が100万ドルの夜景の異名を持ち世界中から観光客を呼び寄せるなど、香港の観光にとっても大きな存在である。香港島側では二十世紀に入ると沿岸部の 埋め立てが続き、海岸線が北側に大きく後退した。1997年に、イギリスから中華人民共和国に返還、移譲されて、以降は、さらなる埋め立てが急激に行われたために、船舶の運航に支障をきたスレも見られるようになった。このため2004年に、港湾当局は埋め立てを規制すると発表した。ビクトリアハーバーの名称は、1843年に、 イギリスが香港島に築いた植民地ビクトリア市に面し女王ビクトリアにちなんで名付けられた。名付けられる以前はハーバー・オブ・香港島と呼ばれていた。香港島サイドの高層ビルの上部や側面を中心にキャノンやオリンパス、パナソニックや山陽電機などの日本企業やフィリップスや LG 電子、ING や サンミゲルなどの世界各国の大企業のネオン看板が掲出されており、100万ドルの夜景を彩る大きな要素となっている。クリスマスシーズンから旧正月にかけて、ネオン看板の下にあるビルにもきらびやかな装飾が施され、さらに彩りを添える。また1990年代初頭までは、香港に進出していた日本の久屋大国道により、香港島西部に 字と書かれたネオン看板が掲出され、異彩を放っていた。香港のビクトリアハーバーは、世界三大夜景の一つである。古くから、100万ドルの夜景の異名で、世界的に知られており、特に、香港島のビクトリアピークや、チムシーヤッツィのウォーターフロントプロムナード近辺からの、眺望が名高い。湾の両側を結ぶスターフェリーが、イギリスの植民地時代の19世紀末より、 運行されており、住人や観光客の足となっている。この他にも自動車を運ぶカーフェリーなど、数多くの湾内航路が存在したが、1998年から1999年にかけて大幅に整理された。1972年には両側を結ぶ自動車専用のトンネル、香港海底トンネルが完成した。 その後の香港の経済的発展に合わせて1989年に東区海底トンネルが1997年には西区海底トンネルがそれぞれ開通した。また、MTER の地下鉄路線と香港島と香港国際空港を結ぶ地上回線の路線が湾の地下を結んでいる。九龍からの香港島のパノラマ星光大道からの香港島の夜景。 ありがとうございます。